開幕投手。開幕投手とは、開幕戦で先発する投手のことを指し、通常は各チームを代表する投手がその役割を担うことが多いです。しかし先日、阪神矢野監督は前年1勝の藤浪晋太郎投手を開幕投手に指名し、プロ野球ファンを驚かせました。今回の藤浪投手のように、長いプロ野球の歴史の中では前年1勝以下の投手が開幕投手を務めるケースもあるんです。そこで一つの疑問が生じました。前年1勝以下の投手が開幕投手に指名された理由は一体何なのか。そこで今回の動画は前年1勝以下の開幕投手を紹介したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。紹介投手。今回は2000年以降で前年1勝以下ながら開幕投手に指名された投手7人を紹介します。では参りましょう。ウォルコット。ウォルコット投手は2000年大阪近鉄バッファローズに入団。当時の近鉄は深刻な投手不足に陥っており、前年のチーム防御率 4.54 はリーグ最下位。また前年、規定投球回に到達していた小池秀夫投手はオフに中日にトレードされ、岡本明投手はコンディション不良。そのため開幕投手を新外国人のウォルコット投手に任せざるを得ませんでした。外国人投手が入団1年目で開幕投手に抜擢されたのは、1987年の阪神、マット・キーオ以来、日本球界では2例目。パリーグにおいては史上初となりました。迎えたオリックスとの開幕戦でウォルコット投手は5回2失点で降板、チームも敗れました。その後もウォルコット投手は結果を残せず、このシーズン限りで退団、チームも最下位となりました。西村達治。西村投手はヤクルト時代の5年間で4度の2桁勝利、ダイエーに移籍した98年も10勝をマークするなど実績ある投手。しかし2000年は開幕戦に先発し、4回を投げた後右肘を故障してシーズン棒に振る、シーズン終了。そして2001年、当時の代理には若田部健一投手や田上圭三郎投手らがいましたが、西村投手が開幕投手を務めたヤクルト時代の1992年、93年、代理時代の99年、2000年、全ての年でチームがリーグ優勝を達成しており、王貞治監督は験を担ぎ、この年も西村投手に開幕投手を任せました。そしてオリックスとの開幕戦、西村投手は6回途中まで3失点と試合を作るもチームは敗戦。この年チームは2位となり、西村投手は同年限りで引退となりました。川崎健次郎。川崎投手はヤクルト時代右のエースとして11年間で88勝をマーク。石井和久現楽天監督とともに90年代ヤクルト黄金期の先発陣を支えました。そして2000年オフに FA 権を行使、年俸2億円の4年契約で中日に移籍しました。中日の首脳陣やファンからは不意の死者として大きな期待をかけられていましたが、同年3月14日のオープン戦で右上腕三頭筋の違和感を訴えて途中降板し戦線離脱。その後は原因不明の右肩故障に悩まされ、3年間一軍登板なし。そして2003年にある事件が起きます。川崎祭り。2003年4月25日に2チャンネルのプロ野球版において川崎健次郎をオールスターファン投票1位にしようというタイトルのスレッドが立ち、川崎投手にセリーグの先発投手部門のファン投票で1位を獲得させる組織的な投票が行われました。結局川崎投手はファン投票1位になるも、ファン投票の最終結果が発表される前に選出辞退の意向を表明。この件について川崎投手は、何よりも自分自身が悔しい、今回の一票一票を自分への叱咤激励と思い、自分を応援し続けているファンへの恩返しとして1日も早く1軍登板できるように頑張るとコメントを発表しました。その後も1軍に登板することなくシーズン終了。そして年が明けた2004年1月2日、この年から中日の監督に就任した落合博満監督から突然電話がかかってきました。2004年の開幕投手はお前で行くからな。それから川崎投手は全てをかけるつもりでキャンプ、オープン戦を過ごし、迎えた4月2日、広島との開幕戦。当時のセリーグは予告先発がなかったため、開幕スタメンが発表されると場内は騒然となりました。川崎投手は痛み止めの座薬、飲み薬を併用し、移籍4年目で初めて名古屋ドームのマウンドへ。立ち上がりは三者凡退に抑えますが、2回に打ち込まれ5失点で降板。しかしその後チームは5点差を逆転し見事勝利。当時の選手会長井端弘和内野手は、あの試合川崎さんの姿を見て胸が熱くなった、諦めないことの大切さも個人としてだけでなくチームとして知った、逆転勝ちはその結果と話し、落合監督は川崎投手を開幕に抜擢した理由を、このチームが変わるために3年間必死にもがき苦しんできた男の背中を押してやることが必要だと答えました。この開幕戦で勢いづいた中日は守り勝つ野球で見事セ・リーグ制覇。
川崎投手は同年限りで引退となりました。川崎投手は後年、この出来事について、落合さんのような人がいてくれて本当に運が良かったと思います。落合さんじゃなかったら、ああいう起用法は絶対ないし、最後に落合さんがマウンドに送ってくれました。それまで本当に苦しかったけど、あの1日で苦しさが吹き飛んだような気がします。勝てなかったけど、最後まで野球を全うできた。一生懸命やってきて良かったなって、つくづく思いましたね、あの1日だけは。則本貴大。則本投手は2012年ドラフト2位で楽天に入団。13年の春季キャンプでは新人選手で唯一一軍キャンプのメンバーに選ばれ、オープン戦でも好投していました。そしてこのタイミングで開幕投手問題が浮上します。チームの絶対的エース田中将大投手が WBC 日本代表のメンバーとして3月17日まで戦った負担を考慮され、開幕投手を回避することが決定したのです。開幕投手候補には前年8勝の唐島投手、前年途中から加入し安定した投球を見せたダックワース投手、そして則本投手が挙げられていましたが、その後唐島投手は故障で離脱。ダックワース投手は巨人とのオープン戦で4回途中5失点と炎上。一方則本投手はオープン戦5試合で3勝無敗、防御率 1.44 と抜群の成績を残していたこともあり、星野監督は則本投手を開幕投手に指名。新人が開幕投手を務めるのは球団創設9年目で初、プロ野球ではセパ通じて29年ぶり。そして迎えた開幕戦、則本投手は6回3分の1を投げ4失点でチームは敗戦。しかしその後則本投手は勝ち星を積み重ね、シーズン15勝をマーク、新人王に輝き、チームも7月に首位に浮上して以降一度も陥落することなく初のリーグ優勝日本一に輝きました。川上憲伸。川上投手は長年中日のエースとして11年間で114勝をマーク、2009年からは海を渡り12年から再び中日に復帰していました。しかし復帰後は往年のピッチングは影を潜め、12年3勝、13年は1勝に終わります。13年10月3日には戦力外通告を受けるも、13年オフから GM に就任した落合博満 GM、 新監督に就任した谷繁選手兼任監督の意向もあり中日と再契約。そして翌年2014年3月24日、セリーグ6球団の監督が一堂に会するセリーグファンミーティングが行われ、司会が各監督に開幕投手を聞く中、谷繁兼任監督は本人には伝えているけど僕は言いたくないタイプと公表を拒否。しかし巨人原監督がファンあってのプロ野球なのでと開幕菅野を公表、他の球団の監督も続々と公表し、中日以外全て公表された状態に。そして話題は開幕投手から開幕戦に向けての抱負に移ると、谷繁監督は開幕投手ですがと自ら話題を切り替え、他の5球団の監督が言ったんでドラゴンズはまた隠すのかと言われる、今までと違うところを見せたいので言います、川上で行きますと公表し、会場は脇に置きどよめきが広がりました。谷繁兼任監督は川上投手を開幕投手に指名した理由を、憲伸は去年戦力外になって再契約したけどキャンプから今年はやってやるぞというものが全身から出ていた、それが大きい理由です、チームは去年 B クラス、全員で這い上がる姿を見せていきたいと説明。そして2014年の開幕戦、川上投手は6回2失点で試合を作るもチームは敗戦。その後も川上投手は怪我と不振により6試合の登板にとどまり、チームも4位に沈みました。ロドリゲス。前年日本ハム投手陣の中で規定投球回に到達したのは有原航平投手のみ、その有原投手が右肩炎症で出遅れたため、新外国人のロドリゲス投手に白羽の矢が立ちました。オープン戦は5試合に登板して防御率は 4.05 と不安定ではありましたが、最終登板した23日ヤクルト戦では5回2失点にまとめています。栗山監督はロドリゲス投手を開幕投手に指名した理由を、チームが勝つために5人の外国人選手を含めた今の形の中で一番いい形、勝ちやすい形を考えたと語り、そして3月30日迎えた西武との開幕戦、ロドリゲス投手は3回途中8失点で KO、 毎回ランナーを背負う苦しい展開で甘い球をことごとく山賊打線に打ち込まれました。翌日ロドリゲス投手は出場選手登録を抹消、結局このシーズンは9試合に登板し3勝防御率 5.26 に終わります。チームは2年ぶりの A クラスとなる3位フィニッシュとなりました。藤浪晋太郎。藤浪投手はルーキーイヤーの13年から15年まで3年連続2桁勝利をマーク、15年には最多奪三振を獲得するなど順調にキャリアを積み重ねていましたが、16年から成績が悪化、17年からは右打者に対しての危険球が目立つなど制球難に苦しみ、19年にはわずか1試合の登板に終わります。そして2020年8月に692日ぶりの勝利を挙げると、
シーズン終盤からはセットアッパーを任され、安定した投球を披露、復活の兆しを見せました。藤浪投手は、ゲームの中で自分の投球ができるようになってきたので、今までのどうやったらストライクが入るんだろうって感じはなくなってきている。バッターと勝負できるようになっている。それは昨年までと違うところだと語りました。そして今シーズンは再び先発に転向し、キャンプから順調な調整ぶりをアピール。オープン戦でも結果を残し、ついに矢野監督は、エース西勇輝投手を裏ローテに回し、巨人広島戦にぶつけるため、藤浪投手を開幕投手に指名したことを公表。藤浪投手は矢野監督に LINE で伝えられたといい、驚きしかなかったですね。開幕は自分の中で全くと言っていいほど頭になかったので落ち着かない感じでしたと、現在の心境を明かします。矢野監督は藤浪投手を開幕投手に指名した理由を、あいつにとってはびっくりもあったやろうし、普通に投げたいというのも気持ちの中で正直あったと思うけど、俺の中ではそこを行くことであいつの成長とチームの日本一強いタイガースを作るという意味も含めて指名したと明かしました。開幕は2021年3月26日午後6時です。というわけで今回は前年1勝以下の開幕投手を紹介させてもらいました。藤浪投手にはこれまで苦しんだ経験を生かし完全復活してもらって、阪神を16年ぶりのリーグ優勝、36年ぶりの日本一に導いてほしいですね。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。新たにサブチャンネル Twitter も開設しましたので、概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。